行くでガンス。ふんげ。な。取りに行けばいいんだろう。取りに行けば行けよ。早く奪って。なんだこのうちの木はみんな枯れ木だぞ。あれ、ところに、雲が浮いてる。あんな低いところに一つだけ。なんか気味悪いな。でもボール見つけなきゃいけないし。
でもなんとかするからねえ、ボール返して。お前ってなかなか正直な人間のようだな。よし、気に入った、ボールは返してやろう。本当？ああ本当。まそんなことでガンスか。坊ちゃんは確かにこのお屋敷の主人でガンスよ。な、本当だろ。わかったよ。もうダメだ。ね、なんだ、忘れてっちゃったのか。フランケンシュタインはドラキュラ、狼男と並ぶ世界の三大怪物であるか。あら、こんなの読んでないで、さっさとお風呂に行ってきなさい。おい、ドラキュラ、狼男、フランケン。うん、ね、邪魔す。ガンス。おい、みんな、俺は昼間のあの子が気に入った。決めたぞ。坊ちゃん、そりゃやばいでガンス。そうざます、相手は人間ざますよ。いつ裏切るかわからないざます。うるさい、あの子は友達を裏切るようなやつじゃない。正直ないいやつだ。でもしかし、うるさい、友達になると言ったらなるんだ。あの子どうしてるかな。なんだこの裏か、そのうちに遊びに行ってもいいか。
いいけども。よし、それじゃあ握手。よろしく。よろしく。よかったでガンスね。よかったでザマス。よっ。ヒロシ、こいつがフランケンだ。それからこいつが狼男。ぼっちゃん。ん、あ、気絶してるザマス。あ、なんだよく気絶するやつだな。よし、アラマスとかへ運んでやろう。ヒロシったらどこで道草食ってるのかしら。よいしょ。あらま、ヒロシちゃん、どうしたのこんなところで寝て。ヒロシちゃんってば。ヒロシか、こりゃ明日から面白くなりそうだぞ。